鳥居から見た本殿豊玉姫神社は、鹿児島県南九州七蘭町郡にある神社。旧社格は、県社。豊玉姫命を主催神とし、他に豊玉彦命、彦美で命、玉り姫命を祀る。創建年代は不詳であるが、かつて七蘭の地を慈しみをもって、当地に当たられた豊玉姫が放御された後、人々が、 そのご徳をした一覧城の出城である、吉光城のふもとにあったとされる、豊玉姫の見合いの後に社殿を建立したのが、当神社の始まりと伝えられている。天正年間に火災により、社殿が消失したため、慶長15年に、時の地覧領主、島津忠光が、約1 5キロメートル西の現在地を寄進し、先座した。年には、門神社の支配下にあり、 海門車両九丁七端を領して、海門中宮の大名人と称していた。死徳四年には、海門神社の支配から離れたのか、中宮の三所大名人と、社名が変わり、慶長十五年には、中宮の大名人となった。慶応四年に、中宮の神社と変わり、明治三年に、現在の社名に改称した。1941年10月1日、県社に列した。 古来より、社格は高く、一号鎮守の神としてのみならず、金号の人々の信仰も厚く、軍事の治乱漂のは余状に見えるように、地方民の精神的支えでもあったとされている。吉光城の近くの田んぼの中には、豊玉姫の御梁と伝わる、豊玉姫梁がある。ここは以前は、木が生い茂り小さな林のようになっていたらしく、そこはクワも入れてはならない場所とされていたという。 そのため、高知整理が行われた時もそのまま残されたようである。この、チランの地には豊玉姫に関する様々な伝承があり、渡巳渡巳大臣の娘で、姉の豊玉姫は、河辺に妹の玉寄姫は、チランに封ぜられることとなり、衣の群をご出発になった。その経路は、瓶水峠、御化粧水、伊の、宮入松を経て、鳥居にお泊りになったという。 ここで玉寄姫は川辺が水田に富むことをお知りになり、急いで玄米のままの朝食をお滝になって川辺へ先発された。平常のように白米をお滝になったとい玉姫は遅れてしまったので、やむなく妹姫の採掘されることになっていたチランへ、向かい、上氷上の城山の下に見合いを、お定めになってチランを採掘されたという。 この本来行くべきところと逆に取り違えていったというのが鳥居という地名の由来になっている。瓶水峠には豊玉姫が腰掛けられたと伝わる石、腰掛け石がある。一方、鳥居から川辺へと向かわれた玉依姫は、飯倉山の麓に今日構えられたという。後に、この飯倉山には、飯倉神社が建立された。飯倉神社は、還元5年に、 現在の鎮座地に遷座されるが、飯倉さんは、現在の鎮座地より、南西に約2キロメートルのところにある。宝物として30面の紙舞面や、歴代漁師法納の変額などを所蔵する。毎年7月9日から行われる6月等では、水車の動力によるからくり人形が上演される。江戸時代から始まったとされるが一時中断し、昭和54年から、 現在の形式で再開された。現在、国の選択向け民族文化財の選択を受けている。神社前を流れる小川に水車を設け、その上にある屋台の上のからくり人形が水車の動力で動くという仕掛けである。演目は毎年変わるが、歴史上の有名人や神話がモチーフとされることが多い。具体的には、那須ヨイや風林火山、 川中島の合戦などが挙げられる。宮司は豊玉姫命の従者の子孫であると伝える。ありがとうございます。